皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日、2024年、6月24日、9時56分。昨日の、ネーションズリーグ、男子女子と、まあ、男子の方も私の方で対応してたんですが、まあ、そこはストレートで勝てたんですが、まあ、女子の方は残念ながら銀メダルということでですね、まあちょっと心当たりがあるのが、ネーションズリーグの、まあフルセットまでもつれ込んだ女子の方の試合、数試合前の時ですね。で、インかアウトかで、無理やりこう、インのところのボールを、こけるような形で意図的に負けたようなところの場面が見受けられましたので、まあその後僕動画で、まあそんなことをしていたら世界一にはなれないっていうことを、言ってたと思うんですけども、まあそれが影響したんじゃないかなと思いますね。頭の中を供給しようとしても、その女子の方は頭の中がとにかく供給しづらい。で、どちらかというと、脳梗塞の方になる。頭の中がこう行くんじゃなくて。で、まあ、それでもまあ、脳梗塞の方でも頭の中がある程度は行ってるのは行ってる部分はあるんですけども、なんとか3セット目、それでもまだ、勝ちに行くというところで、まあ、2セット相手に連取されたんですけども、3セット目、それでも勝ちに行くというところで、まあ、ホームページは淡井圭介の一番、の、ところの文章とか読んでもらったら、いろいろわかると思うんですけども、もうできる限りの対応を先に、公開しておいて、世界のルールは法律、まあ、承認ですね。まあ、そういったところまで対応しようとして、まあ、なんとかなるかなと思ったんですけどね、第3セットを取った時に。絶対12分勝負になるはずなんですよ。だけども、その、第4セットで、もう点差が開いてきた時にどうなったかって言ったら、久しぶりですね、試合途中で。もう撮影、2日連続で撮影しに行っていまして、それ、土曜日、日曜日、両方とも雨降ってるんですよ。雨の中傘さして撮影していて、まあ、いちいちこう iPad を拭きながら、まあ大事なものですから、撮影していて、で、とにかく山登って下がっての繰り返しですので、で、裁判を訴えてる部分とかもあって、まあ他の件もそうですけども、訴えてない時とかも家の中から書類盗まれたりとかしてましたから、裁判用の書類関係を、カバンを持って、それプラス、パソコン関係とかを入れてるリュックを背負ってるんですね。で、そこに飲み水を、結構な量を、持って行っています。で、まあ、やっぱりアップダウンがあるのと、まあ、現場到着するまでの時間等がありますので、まあ、2日とも40キロを超えることはなかったんですけども、歩行距離が。まあ、30キロは軽く超えていると。まあそういう状況でもう足腰も2日連続で撮影行くともう随分足が来てる状態で、例えば昨日とかだったらメジャーリーグの、パドレスの方に頭の中を供給しながらだとか、あとその後レンジャーズだったりだとかで、試合開始時刻がパドレスが8時15分で、ドジャーズが、11時過ぎでしたから、先にパドレスがリードしておいて、ドジャーズが始まったら、ドジャーズの試合の方と。ある程度得点差開いていれば、さすがにこれはないだろうっていう部分があると思いますんで、まあ確率的に、点数の出方とか、その経営者の考え方がコンピューターの中に多分含まれてるんだと思うんですけども、まあそういったものを何回か覆した例っていうのは世の中あるにはあるんですが、確率が低すぎるんですね。だからその辺のところ、取捨選択しなかったら、13時から今度楽天の試合があって、で、ロッテの試合もあって、まあ、他の試合も何試合かあります。で、阪神タイガースの試合は14時からだったんですけども、まあそこも取り組みながら、楽天の方が頭の中供給しながら、サッカーあんなにハーハーハー言いながら登って下って撮影して、下るのも結構もう雨の日、下が、
濡れてるから足元滑りやすいから大変なんですよ。そのリュックの重量とそのあのカバンが重たいですから、裁判用の書類を詰め込んだカバンが。で一回こけてるんですね。この間の土日よりも数日前の、撮影行った時に。で、まあ、その時、まあ、手が、まあ、こういう風な状態になったりだとか、まあ、怪我して、するかな。映ってますかね。まあ、この辺のところなんですけどね。ピントが合わなかったら、ちょっと映りにくいかな。まあ、ここはだいぶ治ってきてるんですけども、まあ、ここもだいぶ治ってきた方で、これは内出血の方です。で、まあ、そういう中でね、頭の中を供給していて、まあ、東北楽天が、4対1でリードした時点で、次ロッテということで、まあ、途中で3対1で、ソフトバンクにリードされていたんですけども、9回までに、6対6まで持ち直して、で、その後もね、河川の撮影しながら、頭の中、千葉ロッテマリーンズに供給してたんですけども、勝ててないんですよね。で、ちゃんと自分の頭の中で、頭の中いってる感覚があるから、勝てるはずなんですよ。だけども、まあ、別に佐々木朗希投手が、まあ、以前の動画で私の言った内容が影響しているのか知りませんけども、まあ、その可能性はあるということで、まあ、文章化してホームページ淡井圭介に記載してるんですけども、佐々木朗希投手が登板日、僕は知ってるか知ってないかは別にもう関係ないと思うんですよ。そう勝ちに行くの話で、物事を進んでますから、まあ、彼は父親を東日本大震災で亡くしてるんですね。だから、まあ、勝たせてあげたい投手という位置づけにはなりますし、あとは優勝回数とか最下位の数を揃える話、 A クラスや B クラスの数を、まあ、その辺の部分等々もあって、まあ、昨日その撮影していて、他の球団の状況、例えば阪神タイガース対横浜 DeNA の試合などは14時から行われてたんですけども、甲子園から行われる予定だったんですけども、雨で中止と。まあ、撮影してる動画が、まあ、まあ、こういった内容のものになるんですけど、まあ、ホームページ、アワーケースが出来の一番のところから、これは撮影日であって、この欄のところは、6月の23日付のところですね、2024年の。まあ、こういったところを、まあ、見てもらったらね、いろいろご理解していただけるかと思うんですけども、まあ、そういった中で、まあ、合間見て、例えば、朝から、牛丼屋で、しっかりご飯食べておいて、で、まあ、野球の試合が大体終わるのが、もうそこから先は、まあ、ロッテ楽天の試合が重視で、で、甲子園、横浜 DeNA、を今年優勝させるっていうのが私の目標であって、優勝回数が今まで少ないですから、去年阪神タイガース優勝しましたし、で、まあそこの試合が中止だから、もう17時過ぎになったら、ほとんど14時からの試合開始の野球は試合ありませんので、まあ17時10分ぐらいに、ご飯食べてと。で、まあ、それぐらいの時間帯に食べておけば、その後、バレーボールで、男子、女子の試合にも取り組みやすいと。で、途中までうまくいってたんですよね。男子の方がストレートで勝って、試合開始時間が、一応まあ、最初は22時じゃなかったかな。男子の方が、合ってますね。20時からの男子バレーボール、ネーションズリーグ、アメリカ戦が、20時からの試合で、その後女子が、一応予定は22時からでしたけども、22時30分に変更と。まあ、その前の日もそうだったので、まあ、そうなるんじゃないかなと。多分、男子の方の試合が終わって、そのコートが空いてから、試合を行ったり、
とかだと思うんですね。まあ見て画面見なかったら分からないことだとは思うんですけども、だからね、あの1セット目女子が取られた時に、あの U-NEXT のねまだ無料っていうのを僕まだ加入したことがないんですよ。だからそれ加入しようかなと思って、1セット目何かこれはおかしいと、直接テレビ見ながらとかじゃなかったらこれ難しいんじゃないかということで、U-NEXT に加入しようとしたんですけども、その加入のところで銀行の引き落としのところの部分が今あのオリーブっていう三井住友銀行のカードに変えてるんですけども、以前のタイプのものでの打ち込みで、無料の方に進めるのであって、今のそのカードにはその書いてないこととかがあって、それをちょっと探すことができなかった。で、U-NEXT の方も途中で、加入するのが失敗。今31時間無料で、その期間だけでもまあもう今あんまりお金ないですから、まあ撮影行くにしても交通費とかかりますので。で対応しようとしたんですけども、そこもあの失敗して、まあなんとか踏ん張ってそれでも第3セット取りに行ったんですけども、まあ今までの会話とか思い出した時に、その僕はね動画で、そんなことでは世界一になれないみたいな話とかをした時に、パリオリンピックでみたいなことを言ってたと思うんですけども、そしたら例えばネーションズリーグでだとか、そういうことを選手の人たちが言ってたと思うんですね。だその辺のところの部分が影響して昨日の試合金メダルが取れなかったんじゃないかなと思います。第3セットに関してはね、途中でそのことを思い出して、見破ってたんですよ。得点のスコアだけが出てくる画面を見ていて、対応してたんですけども、その時はね頭の中はこう脳梗塞状態じゃない方で頭の供給が、できていて、で取れたんで、あこれは勝てるなと、そういう感覚には慣れてはいたんですけども、これは十二分に勝負になると、優勝狙えると。まあだけども途中でまた脳梗塞状態になって、でまあ0時00前後ぐらいの頃過ぎぐらいですかね、もう力尽きて、もう台所のテーブルの上でこうパソコンを目の前にしたらこうバタッとこうなっていて、でもうそのまま自分の自室の部屋で布団のところでもう体もすごくしんどいですから、もう河川のそのね、その撮影してるその芦屋川の上流のところから下っていくとき、もう頭回んないんですよ。雨が降ってるからどっかでこう座って一旦こう休憩とかできないんですね、なかなか。で水を飲むところのポイントを探すのも雨降りながらですから、リュックの中にはパソコン入れてますから濡らすわけにはいきませんし、それでももうフラフラなりながら、もう足ももうガクガクで、もう老人のようにこうヨタヨタのような状態に近い状態でこうゆっくり坂を下っていく、まあ急斜面でそのリュックとかカバンとかを背負ってるから、まあそんな状態でね、撮影していて、もう足も本当にきつくて、それでもねエネルギーの残存量問題とかあるから、その電車の駅とかで、頑張ってエスカレーター使わないで階段登って降りてと、そういうことをねずっと繰り返して、帰ってきました。エレベーターエスカレーターを使わずに、まあそこでも何か効果あるかなとかも思ってたんですけども、特別効果は見受けられなかったのが残念ではあるんですが、まあ皆さん、ネーションズリーグお疲れ様でした。まあホームページのことところで、はっきりとそのネーションズリーグの件に関しては解体っていうことを述べさせていただいています。これはもうエネルギーの残存問題を考えたら、世界選手権やワールドカップで十分でしょうと。まあそういう形に変えなかったら、まあオリンピックも解体してと。
まあそういうふうなところですね。で、まあ、いちいちメダルを加工するんじゃなくて、賞金で手渡して、手渡しとか振り込んであげるような形にしなかったら、金属加工するのにもエネルギーがいるんですよね。だからまあ、その辺のところとかも、変えていかなきゃならないなというところですね。で、まあ、今回、バレーボール界の人たちだけじゃなくて、プロ野球選手側の人たちへのメッセージ、まあ、サッカーの方の、チームの人たちにもメッセージなんですけども、これやっぱりサッカー界も12球団、2リーグ制で複数本拠地制と、それは私のホームページや YK スキネキ117番、皆さんご覧になられました？移動する細かい、各都道府県とか、どこで何試合してとか。まあ、その辺のところはある程度数字、12試合のところを6試合に変えたりだとか、それで、元々の本拠地の試合の数をある程度増やすとか、まあ、そういう方法もあるんですけども、まあ、交流戦の時期とか、プロ野球選手を見ていただいたらわかると思うんですけども、まあ、東北、北海道なんですね、夏場。で、メイン球場じゃないところで、ただ交流戦を行うような形になってるんですけども、まあ、選手間の移動距離がだいぶそれで縮まるんですよね。だから、それで対応していただいた方がエネルギーの損耗は少ない。で、田舎の、電車の維持っていうものが、まあ、しやすくなる。基本的に電車プラスバス徒歩というような形でも、電車もば、あの、一般的なバスがもうとにかくガラガラなんですよ、どこも。神戸市内ですらガラガラですから、昼間。ほとんどのところが。だからそういうものに乗っていただいたら、例えばプロ野球選手がこう集団で移動してるときにね、喧嘩を売ってくるような人いるかって言ったら、体の鍛え方が全然一般人と比べて違いますから、それまずありませんから、そういうふうな移動の仕方に、できるだけ変えていただいて、まあ、もともと所有してる移動バスとかあると思うんですけども、まあ、そういったものも、使用回数が少なくなることによって、長期間使える、長い間、走行距離がみじ、あのー、毎年短くなりますから。だからまあ、そういうふうなプラス的な考え方で、とにかくエネルギーの節約をしていただけたらなと思います。それと昨日、もし千葉ロッテマリーンズが勝って1位のソフトバンクホークスが負けていたら、女子の方決勝戦勝って金メダル取れてたんじゃないかなと思うんですよ。で、まあその辺のところでもともとの話は1位と、まあパ・リーグとセ・リーグの球団の1位のところだとか、まあ今まで優勝回数が多すぎて、例えば巨人が最下位に行かなきゃならないっていう状況があって、さ、地方の不満とかにもつながってきますから、もともと読売ジャイアンツが突出した、リーグ優勝の数と日本一の数があって、もともとセ・リーグってその次東京のヤクルトスワローズが優勝回数多かったんですよ。戦後の頃からの計算でいくと。だから、これも、ね、その辺のところからしたら、地方の人間からしたら、東京都以外の人からしたらですよ。不満が出ることであって。で、まあ、経済的にもそれはそれで、球団がスタジアムを所有して返済するっていうのが各地方の方が、難しくなると。だまあ、その辺のところでいろいろと、お互い協力して。で、ただしこれ、プロ野球界も、バレーボール界にも絶対的に守ってほしいんですけども、例えば、市民の広報誌とかでね、無料の、招待、言う、まあ、募集があって、それに応募したら、当たったら無料で、見に行けるっていうのがありますけども、あれもう絶対もうやめてください。各スポーツ界に言っておきますけども、それプラス、あとは行政、それ絶対やめなかったら、エネルギーの消耗がずっと増えていってしまうじゃないですか。
で、スタジアムもたくさん人が入ることによって、早く解体時期が来るという形になりますので、もうこれから先、スタジアムとか体育館を作るという発想いらないんですよ。エネルギーの残土量、これが、石油とかガスがもうこういう状況ですから。車の生産止めたとしてもですよ。万博とかなくしたとしてもですよ。オリンピックを解体したとしてもですよ。それでも、エネルギーの消費っていうものはあるわけであって、いずれガソリン底がつき、尽きてしまって、後の世代の人たちが大変な目に遭うと。これはもう目に見えて確実なことなんですよ。だからそれに向けて対応していかなければならないんで、もう石油なんかもう目と鼻の先で、仮に来年からガソリン車の生産停止、ついでに電気自動車も停止でもいいと思います。で、まあ中古車とかも出回るから、中古車はすごく余ってるんですよ、世の中。で、不法投棄されてるのが日本国内だけでも、まあ1万台はあると。まあ大体それぐらいの数は見込めるんですね。いろんなところの河川撮影しに行ったら、不法投棄されてる車やオートバイ、いろんなパーツだとか、そういったものいっぱい見受けられます。僕からしたら資源なんですけども、金属回収して。だからまあ、今の円安の相場で物事はこれから先も続いて、海外からその鉄鉱石を買わさないで、今まで自動車メーカーも円安で大きな純利益とかを上げてきましたから、その余剰金があるわけですから、ちゃんと、そういう自動車とか自分のメーカーのところの車を回収してもらって、で、自社で、まあ、それを仕事としてね、解体作業、解体してもらって、各金属によって種類違いますから、銅とか鉄とか、まあアルミだったりだとか、それ仕分けしてもらって、で、重機使って解体するんじゃなくて、人間が、手でできるだけ行って解体する。まあ、サビサビに錆びてるところは、重機とか使って、無理やり、力ずくで、解体しなかったらできない部分はあるかと思うんですけども、まあ、その辺のところが、まあ、リサイクル業に、まあ、変わってくると。まあ、こういうような形で、社会中どこの国もそうなんですよ。不法投棄されてる車やオートバイ、パーツ、そういったのはもうどこの国も同じだと思いますよ。だからまあ、そういったことをしてもらって、で、まあ女性とか男性で、アスリートの人たちとかも、まあ先ほども私の動画とか一回見てもらって、山間部、ちょっと山の中1時間、片道1時間歩いただけで、倒木とか流木とか、まあ1000本ぐらいあるの。まああと、それプラス枯れてるだけだとか、そういったものを、まあ数人で、持って、下ってくるだとか、そういうことをね、していただいたら筋トレみたいなものはほとんどいらなくなってくるんですよ。あとはまあ瞬発力に関するようなトレーニングだとか実践トレーニングをするような形になるのであって、まあ、これ、まあ、都市部のチームとそうじゃないところでだいぶ違うんですけども、ただまあ西宮市でも昨日撮影しに行った芦屋川の上流のところとか、まあ隣の市ですから、芦屋市って小さいんですよ。だから西宮球場からでも歩いたら、まあ片道2、3時間かかるかもしれませんけども、1往復で、まあ木とかを拾いに行ける。で、歩いてるだけで足腰鍛えられますから、かなりの急斜面ですから。そういうふうな努力っていうものを多くの人にしていただきたい。まあ、サッカーに関しても、2リーグ制12球団で1つのチームを40人なり50人なり、抱えてもらう。まあ、チームをそのまま合併するような形に近い状態で、まあ、もともと住んでる、その各都道府県の人が、そこからあんまり移動しなくていいでしょう。そこで試合するときに、その試合に出て、なあ、まあ、かまど発電の薪とか、山の中に拾いに行くだとか、まあ、住んでる地域にもよると思うんですけど、あんまり距離遠すぎたら、基本的に、車とかで運ぶのは絶対なし、あと、山に木も切りに行ってほしいんですよ。河川の底の木。ものすごい数ありますよ。神戸市内だけで。何千本と。神戸市内だけでもしかしたら万超えるかもしれないですね。
まあ高校生とか野球部の人たちとかで、こう、スイングの仕方がこう身についてる人たちで、まあ、斧で木を切りに行ってもらったり、チェーンソーとかはなしで。ただまあ、それは場所によりますね。民家が近くにあって、これはうまく切らなかったら、こう、民家の方に倒れたらとんでもないことになりますから、まあ、そこはもう、はしご車とか、あとは、まあ、大きな、はしごとかで、下で誰かが倒れないように支えてあげてね、まあ、登っていってもらって、まあ、上の方から何回かこう、切断していくような形で、カットすれば、まあ、下の方を切断した時に、倒れた時に長さがもう短くなってるから、まあ、民家の方には倒れ込まないっていうような形になるんですけども、まあ、そういうところはチェーンソーはありでいいと思いますね。で、まあ、そういうことを日本中で徹底的に行って、かまど発電、もうほとんどの小中学校も含めて、もうほとんどのところがかまど発電ですね。燃えるゴミと生ゴミがあるわけじゃないですか。で、生ゴミはメタンガス抽出場の方に、持って行って、生ゴミ貯蔵庫に入れておいて、で、そこからメタンが発生して、メタン抽出する装置を置いておいて、で、まあ、それで最終的に、トラックとかを動かすと。で、日本全国に10万箇所くらい設置が必要になってきます。で、燃えるゴミなんですけど、結構燃やすゴミが出てきてるから、まあ、それを、半年間、近隣の住民含めて、しっかりとある程度溜め込んでおいたりだとか、まあ、もう家に置いとけないっていう人は学校に置かせてもらったりだとか、まあ、それで冬は、燃やすものとして、燃やしていただいて、基本的に、まあ、かまど発電ですね。街中の街路樹とかでも、作り方によって、植え方によって、あれ、本当はね、下のところ、例えば、家屋解体した時に出てくる瓦礫で、周り囲ってあげて、そこに土入れをしてあげてね、高さ、まあ、20センチなり、30センチなり。そうしなかったら根っこが丸見えになってるところは、もう、持たないんですよ。日光で根っこがやられて。で、水分が、足らなくなってくるんですね。だから、そういうふうな形に変えていかなかったら育たない、枯れていくなんですよ。いろんなところで撮影してる木見ていただいたらわかる通り、もう中が空洞化したりしてるんですよ。だからそれが世の中の現実ですから、伐採する木っていうのは想像以上にあります。だから、神戸市内だけでも、倒木、流木だけでも1万軽く超えますね。で、伐採しなきゃならないものも、まあ、1万ぐらいありそうですね。河川の底のと、そのすぐ近くの両サイドだけですよ。だからそれも木材になりますし、かまど発電の。それプラス、老朽化して、誰も人が住んでない。壁に亀裂が入っていて、解体しなければならない建物。そこも解体したら、まあ、金属回収地点ではあるんですけども、木材とかも出てきます。だからそれも薪代わりになると。この辺の動画、一回皆さん時間があるときに、まあ、ちょっと見ていただきたいですね。こんなことになっていたのかと思います。まあ、試合の勝ち負けからちょっとだいぶずれましたけども、その千葉ロッテマリーンズの方に延長戦のときに、だいぶ頭の中、ちゃんとね、心の声なんですけども、供給してたんですけども、それでも同点のまま試合終わってますから、ちょっとな、謎なんですよね。その間、その頭の中、誰が使ってたのかなと。まあ、こういうことになるんですよ。だからまあ、その人の頭の中を使用して、まあ、男子バレーボールの試合と女子バレーボールの試合がありましたけども、どちらかというと、決勝戦で金メダルがかかってる女子の方が優先順位上っていうことをホームページでも記載してるんですけども、まあ、残念ながら女子の方は、勝てませんでしたね。それはまあ試合中に、話していた内容によって、まだパリのオリンピックで金メダルを取りたいから、まあ、ネーションズリーグ、銀メダルまでにしたっ
とも受け止めれるような、そのまあコンピューターの電波の営業とかありますから、まああのさっき言ったように、先ほど、先ほど言ったように、その頭の中の行き先が言葉のワードを心の中で組み上げていても、その当人何言ってない可能性があるんですよ。別の誰かに言ってる可能性がある。だからその辺のところが、まあ不可解な部分ではあるんですが、まあその人たちの頭の中を、そのネーションズリーグの、今日の男子の試合や女子の試合で使用したらいいだとか、まあそういうようなことも、ホームページに記載しています、文章で。まあ、だけども女子の方で金メダルは取れなかったのは残念ですね。その結婚問題に関しては、僕は結婚希望相手は秋篠宮佳子様にしているのであって、で、女子の試合に関して、まあ、男子も同じなんですけども、河川水門会式団発明とかの資金集めのために、勝ちに行ってると。こう考えていただいたらいいと思います。これは世界の人 にもお伝えしてほしいんですけども。だからまあ、プロ野球界、サッカー界、まあ、あの金額は本当だとしたら、競馬界も、その 2.5% っていう部分と、まあ、天の神様への安全のお祈りに関しては、危険なスポーツであればあるほど、やっぱりありがたい部分はあると思うんですね。まあ、そこは別に、お金云々の話じゃなくて、他のスポーツの勝ち負け、手伝ってほしいとか、自分一人だけでは頭の中は持たない。もう今は頭の中ちょっと脳梗塞気味なんですけども、まあそういうふうな部分とかもあって、まあ天気の管理だとか、それも他国、文章見てもらったら分かると思うんですけども、メキシコ近くで、あ、これ台風化するかもしれないなっていうところは、あらかじめもう雨風取ってと、まあそういうふうな形での対応、放送法6条、第6条の2ですね、防災に関する放送をしなければならない。まあ、インターネットも放送といえば放送なんですよ。YouTube もそうなんですけど。なんかその具体的な最初の頃の映像とか、ニュースへアクセスできるようにして、ただこれ海外はなかなかいつどうなってるかっていうところを発見するの、かなりこれ非常に難易度高いです。自動でインターネット記事で流れてきてもらわなかったら、これは無理なので、まあ、国の方でもそういうふうに設定しておいていただきたいですね。大雨による河川の氾濫だとか、そういったものでの災害とかも、結局、ひどい目に遭う人たち、まあそこは、人命だけじゃなくて、仮に死ななかったとしても、家がめちゃくちゃになったら、その人たちの人生は、なかなか復帰することが一般的な社会では、難しいと。で、あとは、それによって家屋が倒壊だとか、いろいろあると、崖崩れや、崖崩れだとか、まあ、流れは、まあ、冬場のある一部の地域とかにはなってくると思うんですけども、それによって、復興するのに、余計なエネルギーの消費とかにもつながるわけですから、その辺のところ、きちっきちっとこう、台風発生しないように防災していて、今のところ私の確認では今年発生している世界中での台風の数は 2つであって、まあ、防災に関しては、ほぼ完璧にうまくいってるなというところですね。1号2号に関しても、まずまず大きな被害は出てなかったと思うんですよ。まあ、そういうふうなところを徹底的に対応してエネルギーの消費も抑え込んでと。まあ、皆さんにも役に立ってると。まあ、こういうふうな形で進めています。雨の降らし方も、まあ、気温がだいぶこの間上がってきて、まあ、1週間、2週間ぐらい前に。で、まあ、梅雨前線ちょっと上に上げてと。まあ、人口の数等によって、雨降らすことによって、エアコンとか、まず家庭では使われないだとか、まあそういうふうな形へ持っていけば、エネルギーの消費っていうものは少なくなるわけであって、で、まあその辺のところを、まあうまく対応して、
できてるという状況ですね。とにかくね、しなきゃならないことが多すぎて、まあ今日はあの休みということで、スポーツの勝ち負け、今日はまあ他のことをいろいろあの片付けなきゃならないこととか対応しながら、まあ自分の好きなことをしようかなと思っています。以上です。長い間皆さん、ご視聴ありがとうございました。あとはまあサッカー界の方たちなんですけども、そのやっぱり1位のチームとか世界戦で、対応してもらわなかったら、形的に 見たらセリーグの1位の広島が負けて男子の日本代表が勝ってるとも見受けられるんですね。あとは巨人だとか最下位行かなきゃならない球団ですから、そこはあの自分たちが負けてしまいますけども、だけども日本代表が勝てるだとか、巨人の選手の人たちにとってはそれは厳しい環境かもしれませんけども、だからその辺のところをね、あの給与の算定表通りにお金の支給があれば、あのもともと余剰金がたくさんある球団であれば、あの別に最下位でも経済的には生活的には困らないわけじゃないですか。だからまあその分あのそういうふうにしていただけたらなと思います。あとはまあサッカー界の1位のチームですね。まあ一応、町田ゼルビアの人たちを別に今年優勝することでもいいというようなことで僕は認めるような発言をしてるんですけども、ただし、あの、一つの各都道府県に複数のチームがあるところの優勝はなしだと。数を減らさなきゃならないと。絶対一つのチームまでですよと。まあそういうような、スタンスですので、それしなかったらね、J リーグも今 J1 が20チームになってるでしょ。話めちゃくちゃなんですよ。人口はずっと少子化してるのに。で、まあこの河川とか撮影しに行ったところの映像でもたまに出てくるんですけども、まだ建物作ってるビル、空き家だらけですよ。ビルとかある程度の大きさの、ビルマンション。だからもう、歯止めを今なんとか政府上層部とか、まあ、一部の人たちで動いてもらって、でまあ今やっと現場の人たちでもこの間まあ6月22日の河川撮影しに行くときにビル建ててるところの会社名の看板だとかそういったところ撮影してますけども、現場で働いてる人はね、まあこう携帯電話で話しながら僕に向かってその話知ってるっていうことをまあ言ってくれていて、まあ建設業界の人たちも一部の人たちには話がまあ広がりつつあるなと、まあこういうところですね。だから建設業界の人たちの仕事はメタンガス抽出場とか解体しなきゃならない建物を解体して、それプラス建設業界なんだから、かまど発電をね各学校に設置したりだとか、で、かまど発電のそのかまどに関しても、コンクリートってもともと石ですよね。だからその石を利用して、建物解体した時に、かまどを作ってもらったりだとか、まあ、結局は石でかまどを、作って、その上に乗せる、水を沸騰させる水の貯水槽のところは、金属を使用をしなきゃならないんですけども、まあ、その辺のところも、学校給食のところとかは、かまどで、学校給食が作れるような形のようなかまどをも作っておいた方がいいんじゃないかなと思います。これね、その、半年間燃えるゴミを貯めておくことが各家庭で、全ての家庭ができるかっていうと、多分無理だと思うんですね。で、ある程度、各学校に持って行ってもらう、ような形になると思うんですよ。近隣の小中学校や高校に。まあ、小中学校はメインですね。で、基本的に小中学校は各地域にありますんで、で、そこでその燃えるゴミを利用して学校給食を作ってもらうと。
まあ、僕は一人暮らしですから、一月のあの生ゴミと燃えるゴミが一月ぐらいで45リットルの袋はいっぱいになるかなどうかななんですよね。でそれも今裁判関係でいろいろ書類書いたりとかで、まあ、いらなくなったものをこう丸めてゴミ箱に入れたりとかしていて、傘が増えてるだけであって、まあ、ただしあの3人家族、4人家族、5人家族の家庭などはもっとペース早いと思うんですね。メタンガスの抽出所が作られて、生ゴミはそちらの方に、投棄してと、まあ貯蔵してと。で、まあ燃えるゴミだけにしたとしても、1ヶ月もかからないうちに多分45リットルの袋がいっぱいになると思うんですね。だから、各近隣の家庭から集めたら、学校給食を作るぐらい、春から秋にかけて、まあ、そういう燃えるゴミを燃やして作るでいいと思うんですけどね、多分できると思います。以上です。皆さん長々とご清聴ありがとうございました。チャンネル登録と着信通知の設定と、着信通知の設定がわからない方は、まあ、今一時停止のボタンを押しておいて、自分の身の回りの方に聞いていただいたり、あとは、販売店の方に聞いていただいたりしてもらって、まあ、設定の仕方を覚えていただいて、で、あとは、淡井さんの動画見た方がいいよということを、前の皆さんにお伝えしていただけたらなと思います。今のところ、チャンネル登録者数が昨日の時点で、612人。過去365日を遡って再生されている時間が、1651時間まで来ました。昨日の21時22時それぐらいの頃の時間帯でですね。で、まあまあ最後の51時間のところなんか世界の一郎、世界の一郎さんの背番号51番とか、まあやっぱりそういうところ何かこう縁を感じますね。あの会社の登記簿買いに行ったら、この間、今の会員裁判所に提出してる内容のところなんか、ミスタータイガースの掛布さんの背番号31番。これ、そういう現象何回も見受けられるんですよ。で、あとは、まあ、一郎さんの51番だったり、ゴルフで言うと18ホールじゃないですか、18番だったり。そういうふうな数字がすごく多いんですよ。で、まあそういうふうな現象とかもまあ一応お伝えしておこうと。まあ、とにかく淡井さんの動画見た方がいいよと。それによっていろんなことが分かってくるよと。まあ、子供の頃から自分が話した言葉だとかで、自分の人生に影響が出ているっていう部分もありますし、それはその他の、 相対的な部分とかもありますし、まあ驚くべきようなことが多いですね。例えば、今住んでるところ、僕は、神戸市兵庫区東山町4丁目16の18東山高校604だったんですね。で、ここの住所も、兄の中町3丁目なんですけど、16の18なんですよ。で、姉は何回か転居してるんですけども、今住んでるところが16の18なんですよ。だからこういうちょっと不思議な、数字の話っていうのは、多分皆さんは一般人と、一般的な生活をしてるときに自分の仕事が忙しくてとかで、そういったところに気がついてないだけで、多分多くの人が当てはまってることだと思います。以上です。皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。まあ僕の動画できるだけ見ていただけるように広めていただけたら助かります。ライブ放送ができるようになったら、その都度その都度すぐに情報を公開したりだとか、まあ、そういうような形につながっていくと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。以上です。